はい、どうもギックスです。ちょっと今緊急で急遽動画を回してるんですけども、みんなご存知、日本航空の J リー、僕のチャンネルにもねたくさん出てもらって、日本航空も実際にね潜入体験入部させてもらって、1対1やったりとか「スラムダンクコンテストやったりとか、いろんなもうすごい活躍してくれた、プレイヤーがいるんですけど、その J リーがインスタグラムに載せてた、この間の週末に、山梨県の関東大会予選が行われていたそうです。で、そこでの、もう J リーのパフォーマンスがやばいので、ちょっといろいろこの後ねで話していきたいと思うんですけど、まずはちょっとこちらの動画、本当J リーちょっと急遽なんでなかなか編集する時間はちょっとなかったんで、そのまま 見てもらうんですけど、もうやばいのでちょっとまずこちらをご覧ください。やばすぎん。なんだろうな、去年日本に来た時からもうJ リーの存在は知ってて、やばいのが来たと。でインスタ、今もう SNS 世代だからさ、一個のさ、スーパーダンクだったりさ、スーパーJ リー、それこっちのJ リーね、スーパーJ リーだったりとか、えぐいアンクルブレイクとかしたら、オキックスもそうだし、ブカピもあるし、今やもうやっぱ選手一人一人の数字がすごい高い時代だから、SNS で回ってツイッター、インスタ、TikTok とかで自然と目にするような環境が多分、みんな全国いろんなところでねあると思うんですけど、J リーペルミが、日本に来た時はもうやばいなってなってて、で彼が去年のウィンターか、だからこの間去年の12月のウィンターカップで柴田高校にね負けちゃいはしたんですけど、もう50点近くの得点をして、もうブロックも56本でダンクも56本ぐらいの、もうやばい、もうなんて言えば一応そのルーキーセンセーションみたいなのあるやん。清田信長のさ、そのルーキーのね、活躍するやつ、ルーキーセンセーションなんだっけ、なんかあるじゃないですか。もうやばいみたいな、留学生の中でもやばいみたいな、まあ、全国で言ったら、まあ、ムスタファがいたりさ、こうロードプリンスがいたりさ、こうゴッツウィルがいたりさ、ね、いろんな全国各地にさ、そのね、やばい留学生、最近のそのなんていう場合のすごいアスレチックな留学生、ダンクもすごいしブロックもすごいし、まあ、外のシュートもある、ゴッツウィルとかだったら特にドライブができたりさ、阪南大のね、大阪のとか、まあ、いろんな留学生を全国各地見てきたけど、その中でも飛び抜けて身体能力がやばくて、で一番そのガードチックというか、もうなんかバスケあんまりやったことなくて、その母国祖国でインサイドポジションを任されてて、こうゴール下を主にやってきて日本に来たっていう留学生が、まあ、ちょっと数年まで主流になった中、まあ、最近はちょっとパワーフォワード寄りな4番チックな選手もすごい留学生として来るようにはなってたけども、ね、本当にそのストレッチ4って呼ばれるビッグマンでアウトサイドがシュートがありますよっていうタイプではなくて、もうジェリーの場合はもうなんて言えばいいの、来た段階でもうスリーポイントが一番日本人のそのチームの中でうまいみたいな、まあ、シュートフォームも見た感じさ、ちょっとまだそのジェリーのことあんま知らない人はちょっと概要欄に日本航空に潜入した時の動画貼っておくので、まずはねそちらからこう練習風景5対5、1対1、まあ、ダンクコンテスト、まあ、いろんなすごい日本航空よくしてもらったので、まずそちらご覧ください。はい、でいやもうやばいじゃん、だっているんよ、いっぱい見てきた、タヒロ・ディアベイトとか、もう帝京のタヒロとか、まあ、今それこそまた帝京で続いちゃうけどハッサンとか、ミノカモのフェイとか、東陵今関学かな、関東学院のフランクリンとか、まあね、いろん、まあ、去年で言ったら開志国際のモハメドとかさ、まあ、いろんな留学生見てきたけど、もうまあ、ちょっと上に世代に行ったらジョフ・チェイカ・アハマド・バンバとか、まあ、延岡にいたねとか、まあ、シェリフ・ソウさんとか、まあ、それちょっと古すぎるか、まあ、ドゥドゥ・ゲイとか、まあ、いろんな留学生見てきたけど、ちょっとやばいね、ジェリーは。まあ、山梨県ね、この間日本国が優勝したということで、まあ、関東大会が6月の3、4かな、頭の土日にあるんですけど、まあ、あとそこでね会えたらね、まあ、いろいろインタビューだったりハイライトをまとめて、まあ、このチャンネルでいろいろ出したいと思うので、まあ、日本国以外もねもちろんいろんなところも出せたらと思ってるので、ぜひ、このチャンネルの登録とグッドボタンお願いします。はい、というわけでちょっと緊急でこんなね髪もセットしてなかったんでちょっと帽子もかぶってたんですけど、はい、Jリーがやばすぎたのでぜひ皆さんにご紹介をと思って、またお会いしましょう。あざした。